おはようございます、いちごです。ということで、魂の抽選行きたいと思います。なんか一番残ってるらしいんで引いちゃうかもしれない。よし、やります。おはようございます。うん、ありがとうございます。はい、楽しい。お願いします。順調します。お願いします。おはます。繰り上がりましたね。67番ですね。まあもうなんか空いてたら何かしら行きますわ。ここ入ったら終わるな。あ、ごめんなさい、すいません。ダメだ、ここ入れん。犬屋さん行こう。いる松子の犬屋さん行きます。お願いします。はい、あはい、皆さんおはようございます、いちごです。ちょっと帽子かぶっちゃいました。すいません、かぶらないって約束したのに。ということでですね、本日はですね、神奈川県川崎、横浜市三津京駅近くにございますプレスト三津京店さん、お邪魔しております。よろしくお願いします。ということで抽選が100名様ほどいたんですけども、まあもちろん安定の、クソ版ということで78番入場ですね。まあ、6.5 の結構新しい系の機種の島ですね。私松戸島はもちろん無理だったので、こちら、シャノヤ社から行きたいと思います。ちょっと帽子後ろにかぶりますわ。ダメだ、こうしないとやば女は黙って、犬やしゃということで、行きたいと思います。よろしくお願いします。はい、行きます。はい、よろ赤棚だよね、確か。あー、懐かしいね、この感じいいよ。まあまあ、もちろん設定もそうなんですけど、設定判別はもちろんしっかりするんですけれども、まあ、本日もスロッターは子役入っておりますので3台並びですね。まあ、どこに作られるかって結構予想しやすいので、ここの店舗さん、まあ、いちご優位の日にはもう超高確率で、カバネリとジャグラーとあと 6.5 にバインを RE2 とかね、その辺とかも毎回こう入ってくるので、まあちょっと犬夜叉しかも別の島になってしまうってところに、まあ設定が入るのかってところではあるんですけれども、まあもちだってもし設定がなさそうなのであれば、ちょっとまあしっかりその辺は見極めてね。まあちょっと今日はアーム次第&お財布の中に2万円しかないので、後で下ろしに行くことになると思うので、まあ願わくば2万円でぶった切りスラッシュ入ってくれることを祈ります。まあ、朝一一応優遇はされてるんだよね、確か。まあいろいろとこうなんかスロットについて語りたいことはあるんですけど、まず一つですね、一つだけ言わせていただきたいことがありまして、パチスロが勝てません。本当に勝てない。なんかもう仕事うんぬんとかのレベルじゃないよね。もうパチスロ打つ前からひよっちゃってるみたいな。やばいんですよ、最近抽選の引きも、台との相性も、パチスロの引きも。頑張んないといけないんで、ちょっと今日ね、ちょっといい流れ作って、今日本日3月ラスト実戦なんですよ。まあいい流れを4月に持っていけるようにですね、頑張りたいと思います。はい。行くぞ、もうあやかしたいんでしてくれよ。もう2段階ください。うわ、全然狙ってなかったんだけど、これなんだろう、ぶった切りかなんかリチエみたいなやつなんかな。とりあえずシコンボーナス確定しました。はい、ということで行きたいと思います。投資が18本ですね、556ゲーム長いって。とりあえず下段、はい、おー、うまい、めっちゃうめえ、ありがとういけますね。一応、期待度高い方ですね、スコンボーナス。かけらチャレンジ、チャレンジ、ナイス、うめえ、任せて取ってくるから、はいはいはい、天才天才。はい、ということでいきましょう。一発目のねボーナスでいきました、ぶった切りスラッシュ。投資18本、さあ行くぞ、初期ゲーム決めるやつ、50ゲーム、はいはい、まあ通常。とりあえずグリップが効ければもう稼働はできるから、3セットまで、マジで頼むんだけど。あー、かい、こんなんもう放棄いける、 50%。 もうなんかやってるってこれ裏で、はあ、無理だよ、残り8ゲーム残したとて。
9ゲームくらいになるのかな、ラスト。はい、まあいいや、まあいいや、まあいい、頑張ればいい。白を引いて、頑張ればいいだけですね。赤でした。はい、一発目ブーストチャンス、2ゲームで仕留めます。お願いします。連絡しちゃうぜ。違うよね。青青行こう。いやー、もう嫌がらせすぎる。あー、もう無理、絶望。もうしょうがない、しょうがない。いやー、一応ラストチャンス。無理だよ、何これ。134枚。あー、箱目だし。あー、汁が出た。ぶった切りスイカ、まあ、確定じゃないんで。うわ、キモい、マジで。そう、なんか最近顔真っ黒だね。まあいいや、いいよね、台が映ってればいいよね。たまには一軍員の顔が黒くてもいいよね。はい、皆さんこんにちは、アズルレンチャンネル、いちごゆいと申します。ということで本日ですね、神奈川県三つ京駅近くにございますプレスト三つ京店さんにて実践収録なんですけれども、本日2台目です、1時間も経たず2台目です。いや、2時間くらい経ってるわ。ということで、投資31本なんですけど、稲屋さんも全然ダメだったんで、もう大移動っていう感じで台探してたんですけど、あのマジで空き台がなくて、まあ、結局ここにたどり着いてしまったんですけれども、パチンコですね。はい、なんでアズルレンにしたかっていうのは、もう最後にビッグな人並み持ってこようぜっていうことで、もうコンプリートするしかない。今月 260K マイナスなんですよ、約。本当にやばいんですよ、マジでやばい。ということでアズレンですね、私初打ちなんですけど大丈夫かな。はい、皆さん、大変長らくお待たせいたしました、六本少女チャンネルのお時間でございます。ということでカバネリですね、復帰戦、データ見る限りは何とも言えません。ただ、チャンスの確率がバカバカにいいですね、はい、でゲーム数解除は履歴だけ見ると250のところで何回かしてるかなって感じなん でまだ通常900しか回せないので分かんないんですけれども、ゼロ回転でやめられておりましたので、こちらちょっとスコッパーチャンネルしていきたいと思います。まあ、あの全体的にこうカバネリが全1,2,3,4,5,6,7台あるんですけれども、どこが当たりかっていうのはまだ見えてないですね。トロフィーとかまだ確認できてないので、全然可能性のある台なんでね、ちょっと期待して打っていきたいと思います。いや、しっかりゲーム数の解除と、あとはチャンスゾーンの入りですね、これからあの頑張っていただければ、本当にてっぺんまで使ってくれるテンポだとは思ってるので、積極的に狙っていきたいと思います。あとズモです。一応今現在ですね、いちごゆい選手の投資がですね、5枚目、ちょっと待ってね、43本、約2000枚近く出さなければいけないという状況で、カバネリの後相撲を狙うっていう、ハイリスクローリターンかもしれないんですけれども、ちょっと一生懸命に回していきたいと思います。まあ、1コマの、ね、チャンスを見るのはいいね、早めに。最強だから6は。さあ、420ゲーム1コマチャンスをいきます。はい、お願いします。でもカバネの、ね、数、攻撃の数は、ね、圧倒的にってわけではないけど、割と少ない。やめろよ。いやー、勝負どころ。あ、今日、あ、奥だわ。え、めちゃめちゃ強いぞ、イコマ。あ、うまい、天才。441、イコマチャンスゾーンギリギリで回避。さあ、ビッグ欲しいですね、400ハマってるんで。いやー、できなかった、しょうがない。投資が、え、ちょっと待って、6枚目、55本。え、やばい、正常でいられなかった。よし、信じてるよ。6000、 OK、 あやめやか。あ、色こしょうじょ、うまい。はい、よしよしよし、やったー。なんか久しぶりに ST やる気がする。ちょっと禁止してたので、カバネリの6を殺してしまったので。
ハヤジロボロス突破行きます。いや楽しいな、これですね。やっぱり原点に戻ってきた感ある。何がオペレーション203だよって感じなんですけど、行きます。とりあえずぼやそう。55本投資してるんでね、こちとら。あれ？バカ馬。まあいやー、なんかさ、あのさ、カバネがさ、走ってくる演出でさ、全然反応できなくて申し訳ないんですけど、ヌメめっちゃ走ってきたよね。ほいやーっつって。すごい複合なんですけど、これは、枚数期待。ドッコン少女。ダイス。でしょ。シングル。コマか、エコバ300だろ、これは。OK、はい、ということでいけます。2セット目出るばっか。あー難しい。カバネリー250倍、桁が足りませんでした。これエコバもう一個あるかもしれない。なんか強かったよね、入り方。そうでもない。あるわ、めちゃくちゃ強いぞこれ。ちょっと待って、何回目だろう。6回目。あー最短で、ちょっと強いかもよこれは。うわ強いと思います。あかゆいゆい予想なら OK。 いやちゃんとね規定で解除してくれるの嬉しいし、ボーナスランク高いの出てたんで、これはエピボーです。大丈夫大丈夫大丈夫。6なら、そんなことあるかって。いきます。レギュラーボーナス残念。トロフィー早めね。自分の台をこうやって回しながら、他の人の台の規定でしっかり解除してるのかっていうのを見るっていうのが、パッツの立ち回りです。いやカバネリーともしかしたらユニコーンが並びだったらもうダメだな。いやさすがに7台全とかは絶対にないと思うから、まあ3台なのかな。いやー生物解除少ないのかなとは思いますね。あとはちょっとユニコーン側の、まあ、通常の方のパネル感がちょっと強いかな。ミリテレンの投資家いちごゆい7枚目。いやなんでこんなに使ってるんだろうって考えたら、一番いけなかったものありました。アズールレーンです。わあ森から順調来てる。高いよ。400怪獣が一番設定差あるんで、450が解除でね。あ硬い。これ絶対行くと思うんだけど、450回以上めちゃくちゃ設定差あるからね。450です。ゲーム世界上投資やばいことになってます。54本、ありえない。違う、64本だ。もう無理かもしれない。いや頼むよ、いつまでも上がらないボーナスランク。どう取る。ああボーナスランクほらね高いんですけど、今引けなかったらめちゃくちゃ痛いな。650なんて当てるわけない。絶望。ここまだね。よし取るしかない。ここ取れなかったらもう1000です。1000、はい、526万。割とチャンス層はね微妙か。無敵よしないです。ちょっと早いけど頑張る。危なかった。これをさすがにビッグ飛んでこないともうね見切っていいですね。はい、547ゲーム投資64本です。さすがに
OK。 2回目いきます。とりあえず千枚を私のお財布の中に戻す。行きます。よし、めちゃくちゃ大事。ラスト共闘2ゲーム3択。よしだけどもそこじゃないっていう 25% なんだけどね。間に引く、ここをゲーム数稼げるとこだからあるよマジで。うわナイス、あるあるある、無名で取ってるこれ絶対。いくわよ、やばい危ない、ラスト1ゲーム耐えた。ドラマティック、どうにかなる。具材はい、ということで2セット目いきまーす。219枚。オッケー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 。金の173枚。バネにむずい、燃やし方を忘れました。あるかな、赤、あ、ありがとうございます。危ない、よかった、追加投資なしですね。66本。曲いいよ。でしたよね。よし、はい、危ない、マジで飽きぬよ本当に。はい、ということでですね、なんかもう店内ちょっと3台並び系っぽいところが見えてきてるので、まあ、このカバネリないかなということで、最後の ST にしたいと思います。よろしくお願いします。なにこれ、写真でも撮っとくか。 OK、 69、100ゲームです。投資追加しました、駆け抜けたのでね、69本です。ありえない。いやーちょっとね、バケとか本当にねしょうもないよ。涙、危な、マジで危ない、負けない。376倍。ということで、まあ、250まで終わらなくてもいいかなと思うので、設定を感じないのでね、この辺でちょっと、カバネリの方は終了したいと思います。いやでも ST は割と取れたんだけど、まあ、全く上手にできなかったのはいちごゆうのせいだとは思ってるので、本当になんか出直したいと思います。もうツイッターのプロフィールにカバネリって書くのやめたいと思います。